はい、どうも、ゆらたまです。今回なんですけど、デイリー積み立てガチャ50連ですね。すべての端末で溜まりましたので、こちら引いていきたいと思います。で、30連目以降ですね。だから40連目と50連目っていうところが、まあね、限定キャラも対象っていうところで、ここで、ルナ狙っていきます。まあ、だから最初の30連は、まあ、消化試合ですね。まあ、持ってないキャラクターとかラックが上がればいいよっていうところで、結構神引きじゃないの、これは。まあまあまあ3体出ればね、全然いいかなと思います。で、大体僕のね、感覚、まあ毎年引いてるんですけど、僕の感覚では、まあ10連に1体限定キャラが出てくれば、まあトントン。で、それ以上であれば上振れ。で、それ以下であれば下振れっていう風な感じかなとは思います。だからまあ、10連で1体ずつ結構いいよ。いいよ。いい。でもこう引けるとね、なんか30連目以降がくっそ怖いんだよな。もしお願いします。で、まあ、これ毎年引いてるんですが、僕去年ね、確定演出もなかったんで、これあるのかな？ちょっとわかんないよね。いや、いい。最後はいいよ。最後は最近ね、未開で使えるところができた。まあまあまあ、よかでしょ、よかでしょ。よかよか。はい。こっから、本番よ！こっから、ルナが引けるかどうか。こっからです。お願いします。いや、マジで、ルナしか狙ってないから、今回。で、ここで引けなかったら、多分、周年まで引けるチャンスないんで、お願いします。いや、ルナが、アポロンは、いいもん、いいよ、ルナ、で、多分、この端末止まったら、ルナだと思います。マジで。いや、本当に、ラスト。お願いします。確定エース、くるくる、2回転ないのかな、やっぱ。うわ、やっぱないのかな、なんか、って噂では聞いたことあるんですよ、確定演出。いや、止まれ止まれ止ま、まあ、まあ、うわいやいいまあ、しゃあないっす。しゃあないっす。まあまあまあ、仕方ないけど、いつのガチャ引いてんねやろ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9体かな?あ、結構上等ですね。では次のアカウントいきます。はい。では、サブアカ引いていきたいと思います。これもね、お願いします。はい。サブアカも結構ね、ガチャの所持率はいいんですよ。いいので、これ引けると、まあ、ルナ、すべてのアカウントで1体は確保しときたいなっていうのがありますので、いや、お願いします。マジで。はい。止まれ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 。まあ、いや、ここ止まってもあんまり見ないや。30連目以降に止まんないといかないから、あー、実質リヴァイですね。最後のキャラクター。これ、なんだっけ？ガビン？ガビンじゃねえわ。忘れた。はい、で、20連目。いや、お願いします。いや、みんな、結果どうやったこれ。引けたちゃんと。あー、いや、溜まってない人とも結構いるかなと思うんですけど、最速でね、今、7月8日、まあ、僕、9日に引いてるんだけど、7月8日にね、引けるらしい。で、まあ、まだね、溜まってないよって人は、7月10日ぐらいまで待って、モンビでね、10個もらえるので、それで引くのがいいかなと思います。はい。で、お願いします。いや、マジで、いや、別にね、サブアカウントだから、いや、新規のキャラクター止まってくれてもいいんだよ。別に、全然それはいいんだよ。こっから、本番はこっからよ。本番こっからです。マジで。確定くるくる !2 回転ベロベロバーベロベロバーってなんだいや、止まれ。いや、マジで止まってください。お願いしますね。はい、止まれ。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 ふざけんなって。水の遊泳引いとるかな？はい、ではラスト。ラストでーす。ゴー！お願いします。いや、マジで、マジで。いや、本当にさ、止まってくれないと結構しんどいんだけどさ。確定はないね。止まれ。止まれいや、やばい。やばい。星4祭り。いや、まあ、ボーパルか。まあ、1、2、3、4かな。下振れですね。はい。次のアカウント行きたいと思います。はい。ということで、3アカ目引いていきたいと思います。で、これ、ラストの50連。もう、これで引けなかったら、僕のルナは、周年にしか出ませんね。はい。お願いします。マジで。マジで、結構ね、運命をかけた戦い、これは。まあ、僕がね、今年1年ルナを引けるか引けないかの結構瀬戸際になるかなと思いますので、で、このアカウントは、まあ、そんなにね、キャラクターが多くないので、ガチャ限、周囲でね、止まると思います。で、これで止まんなかったら結構このガチャ、相当、
排出率悪いんじゃないかなと思いますね。思いますね。いや、ま、な、いや、お願いします。いや、せめて止まったとこ見たいよね。今多分110連全部パリンパリンだよ。もう恐怖恐怖。これ目覚ましにしたらすぐ起きるわ。はい、では次。次30連目に行く。21年目以降だから30連目に突入だね。お願いします。いや、お願い、マジで。いや、なんか、新キャラなんか欲しいよね。いや、せめて、マジで欲しいけど。いや、止まんなさそう。あ、止まった来た小野の今か。まあ、新キャラは嬉しいよ。ゲットは嬉しい。止まったらね、でもここ限定じゃないんだよな。止まった。ゼウス？いつのガチャ引いてんの？やっぱ古いガチャ。古いのかな？在庫処分ガチャとかじゃないよな。はい、40連目。40連目引いていきます。こっから、いや、本番はこっから。本番は確定来たら、めっちゃ熱い。マジで。でもね、確定来たところで限定キャラめちゃめちゃいるからね。おい、止まれ。おっしゃ、来たわ。いいんじゃない？木陰。あ、木陰か。木陰かー。うわー、ちょっと期待しといて木陰かー。はい、ラスト。泣いても笑ってもラスト。いや、お願いします。ゴー、いけ、いけ、行くんだ、ゾウ、ゾウ、行くんだ、ゾウ。いや、お願いします。マジで止まってくれ。いや、おい、来い、ちょっと待って、やばいって、これ、なんも成果が上げられませんでした。なんも、おあー、マジ？え、1体、2体、3体、4体、5体か。は、まあ、無料ガチャなんでね。こういうことでしょう。ということで、皆さんね、引けたガチャ結果、コメント欄にいただけると嬉しいです。はい。では、今回のね、僕のデイリー積み立てガチャ、今年はこんな感じでした。ってところで、動画を終わりたいと思います。バイバイ。